はい、続きやっていきたいと思います。前回ですね、目の上のタンコブ、曹操を、壊滅しました。で、現在曹操の配下を結構取り込んでますね。呂布がいないんですよね。呂布殺されちゃったのかな。生産はあのものならば聞いて、どんどん登用していくよ。あのものならば一つをしかと受けたまわりました。それで軍団を作ってですね、劉備軍が今劉表ですかね、を攻めてます。まあ、基本的にはですね、どんどん勝手に攻めてもらって、勝手にどうにかしてもらおう戦法をしてますね。よくぞ来てくだされた。ちょっと余裕出たんで、関羽政治とか低いんだな。絆を深めたりとか、ちょっとお宝探そうかなとか、名品を探そうかなと思ったりとかしてます。申し上げまする。構わん。あのものならば、あのものならば。文兵がいいね。報告を預かっております。まれに貴重な品がにしよう。報告を預かっております。これでよし。どんな感じ？結構ガンガンに攻めてんな。なんと初段。やはりこう来たか。もうこうなると楽ですね。一騎打ちしてみようかな。軍神と小覇王ってどっちの武器がいいんだ。すごい五分じゃない。でも関羽が、とりあえず集中。これ負けかな。次必殺来たら負けるね。これでも食らえ。あー、次必殺やっときゃ勝ってたじゃん。やるぞ。あかん、順序間違えた。よし、ちょっと旅に出よう。移動。名品を探しに移動していきます。行こう。報告します。構わん。報告します。構わん。厳しいか。観光も厳しいか。良さそうな奴がいるな。ちょっと軍神とか変えていこうかな。自由何もないじゃん。ちょっと戻ろう。行こう。報告します。構わん。内政がね、今回ねすいません、内政がそんな楽しめないんですよね。内政じっくり楽しめたらいいんでしょうけど。厳しいか。良さそうな奴がいるな。任命変えましょう。103。あ、でも103で1位なんだな。合理、季節ごとにこれのがいいんだよね。
順位でしょ。あれ相変わらず統率は郊外のが上なんだ。まあいいか。報告を預かっております。でもう一回移動しましょう。移動させよう。どう？もうさすあれかな、頭のいい人いらないかな。よし。こうなるか。構わん。こうなるか。構わん。よし、お宝探しに出よう。一応ここもう一回見とこうか。行こう。報告を預かっております。これでよし。キャッチャー逃げちゃったじゃん。大都督。報告します。構わん。すごい勢いで徴用されていく。名品が全然ないぞ。行こう。厳しいか。良さそうな奴がいるな。良さそうな奴がいるな。これ勝手にもう攻め落とせそうですね。ないね。名品がほんと見当たんないんだけどさ。もうあんまないのかな。行こう。ないな。もうないのかな。やっぱりいこう。全然ないね、名品が。あのものならば生産は低いな。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 あのものならば。戻りますか。行こう。報告します。構わん。報告します。良さそうな奴がいる。構わん。報告します。構わん。円家に。お、円相死んだ。報告を預かっております。円相まだ円家。これでよし。円相申し上げます。マジっすか。
まあ大丈夫だなこれ。結果はこう出たか。敵軍が我が領内に向け出陣しました。嘘でしょ。これも乱世の定め。覚悟はしています。報告いたします。構わん。提案いたします。構わん。物資再配分しましょう。13万か。どうぞ。この辺がね、金が余ってんですよね。で、一応兵糧買っとこう。5万ぐらいあるから。兵糧買っとこうね。これでも本当ねすぐなくなっちゃうんですよね。もう最前線が全部19,500で分けてるね。劉備。あとこの辺買っとくか。よし、オッケー。そっか、任命しとこうか。あんじゃん。石刀あげよう。誰かに。関羽にあげよう。この恩義生涯忘れませぬ。で個別、まあこの辺は今までの功績からです。子供にしよう。孫権で劉備長州長子、まあ、この辺はね育ててきたからね。で大志寺、まあ、やはり今までの人たちを優先して中隊。した方がいいな。分からん。関羽。長領。長。関根。
給料マイナスにならないか。よくぞ来てくだされた。お聞きくだされ。妙案がございまする。構わん。報告しま。良さそうなや。構わん。バットを攻めてきてんのか。行くか。自ら行こう。行くぞ。孫家の戦に敗北はない。そんなことが。我が部分ここに着くか。報告します。構わん。報告します。構わん。厳しい。良さそうな奴がいるな。良さそうな奴がいるな。厳しい厳しい厳しい。良さそうな奴がいるな。報告を預かっております。これでよし。間に合うかな。どれぐらいの兵力来てるんだろう。結構えぐい量来てるな。出た方がいいんじゃないか。出陣させよ俺が。はっ、吉報をお待ちあれ。報告を預かっております。これでよし。報告を預かっております。これでよし。そんな。報告します。良さそうなやつ。構わん。報告します。宗人もいつの間にか味方。構わん。報告します。構わん。報告しま。良さそうなや。構わん。これ制覇した。まだ制覇してないか。領内に向け出陣しました。これさあ、もっと動員、動員してるね。報告します。良さそうなやつ。構わん。報告します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 。構わん。厳しいか。良さそうな奴がいるな。
おいとまを。報告を預かっております。これでよし、結果はこう出たか。これ操作いくぞ。これ戦ってねえな、なんで戦いたいんだけど入れてないのか。進め。厳しいか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 厳しい厳しいか厳しい。良さそうな奴がいるな。良さそうな奴がいるな。さすがに勝てそうな感じ。報告します。構わん。やっとだ、これで采配。采配するの遅いよな。バットはどこにいるの。孫策どこにいるんだ。あ、いるか。お任せあれ。お任せあれ。これめんどくさいな。一切承知。お任せください。お任せください。副案がございまする。かしこまった。ここは耐え抜くのだ。かしこまりました。かしこまった。深く深く。こうしてはいい。正気だ。ここまでか。腐敗の徐行が聞いて呆れる。深く深く。いや、これ厳しいな。かしこまった。
迂闊な。これでどうです。ここまでか。お任せあれ。迂闊な。渾身の一撃。これでどうです。受けてみよう。結構厳しい。あ、意外といい感じになって。お聞きください。ここまでか。かしこまった。今だ。一気火星に突っ込め。いざ覚悟せよ。全軍勝つべくして勝つのだ。お任せあれ。渾身の一撃受けてみよ。おれ。オッケー、援軍到着。お任せあれ。ここまでか。お任せあれ。渾身の一撃受けてみよ。迂闊な。これでどうです。渾身の一撃受けてみよ。皆の者、さあ行くぞ。ここまでか。これ勝負できんじゃねえ。もうお任せ。お聞きくだされ。お任せあれ。これぞ老練の戦術というものじゃ。我が策披露しよう。お任せあれ。深く。お任せください。行くぞ。すげえ地味な援軍が来るんだ。かしこまりました。迂闊な。これでどうです。我が策。この采配がいいよね。やっぱ相手の懲罰とか相手の戦意を。敵を蹴散らすのだ。すげえ地味に徐々に来る。あの削ぐやつがいいね、やっぱりね。これまで提案いたします。読みが甘かったか。お任せください。皆の者、行くぞ。屈辱じゃ。かしこまりました。おのれ。意外とこっちも地味に。全軍今こそ奮起せよ。黄金刀の迂闊な。これでどうです。人いるじゃないですか。生き残りだね。おのれ。よし最後。お任せください。かしこまりました。かしこまりました。守りを固めよ。耐え抜くのだ。陣長として終わりですね。何を地味にどこなんか。行くぞ。それがすに続け。本陣陥落。
進め。かしこまりました。 OK。 厳しい、厳しいか。全然採用できない。良さそうな奴がいるな。ああ、あそこ戦ってんのか。これでよし、報告を預かっております。これでよし、報告を預かっております。これでよし、解散すっか。こっち攻めれんだ。こっち攻めちゃおうかな。行くぞ。逆に裏を返って報告します。良さそうな奴が構わん。バトンを進めると。構わん。すごい、今の人怪我してた。ああ心配、もう炎症だよな。よし、圧倒するぞ。進め。お聞きくだされ。これも戦の駆け引き。行くぞ。これも戦の駆け引きを。進め。やばい、これ孫作が相変わらず大変なことになってる。進め。そんなことなかったか。でも皆の者、力を示せ。承知した。守りを固めよ。耐え抜くのだ。我が力、その身で支援。正気だ、なだれ込め。行くぞ。あなたはね、戻っそこから出ちゃダメなんですよ。進め。これも操作方法がめんどくさいな。地味にね、めんどくさいですね。進め。あ、もう陣地落としてんじゃん。愚策を食いよ。明かれ。オッケー。報告します。構わん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 。まだその残ってんだ。ちょっと待って、何ここ。うっす、なんかすごい深い。お聞きくだされ。話があります。
関雲長、参る。者ども、従え。行くぞ。出てきてる。者ども、わしに続け。行くぞ。進め。読みが甘かったか。行くぞ。進め。貴様らには受け切れまい。進め。守りきれなんだか。絆強化された。進め。策がある。正気だ。なだれ込め。行くぞ。我が力その身で知れい。神かけ。我らがたけり炎と変えよ。読みが甘かったか。うん、なんか味方死んだ人いたな。者どもわしに続け。結構痛で食ってるな。この瞬間の鈴の音がたまらんのだ。オッケー。ありえぬ。まあ解放してあげるか。やるぞ。行こう。再編成をしまして、ここもですね、劉備の軍にしちゃいたいと思います。ボタン間違えた。よし、これ大体全部劉備の軍になってるかな。 OK で持って移動しとこうか。自分のところもちょっといらないかな。この人いらないな。でついでに縄文名品よし移動。行こう。OK、すごい達成したね、劉備。報告を預かっております。これでよし。任命。
なるほど、3人かな、慣れる人と慣れない人がいいのか。間違えた、この人下がっちゃった。グラセバセな絆成立。ガホモ。本物の前に。報告します。構わん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 。生産は低いな。生産高中ダメか。あのものならば。これ何もできないんだ。行こう。15,94。意外と地味にお金が減ってくんね。そろそろ記事にしてもいいかな。行こう。お宝探しの旅なかなかないですね。全然ないし。行こう。バトを攻めさせたいと思います。あ、長老でもいいかな。報告を預かっております。これでよし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 。報告します。構わん。報告します。構わん。ご用向きは何でございましょう。なんか渡すか。光栄の至りにございまする。申し上げたき義がございます。構わん。申し上げたき義がございます。構わん。妙案がございまする。構わん。
よし、表情して、劉備を構わん、勢力を同盟してると無理か。生産は低いな。無理ですか。生産は低いな。もう調査とかもほとんどやることしょうがないな。地味に巡察していくか。報告を預かっております。これでよし、報告を預かっております。これでよし、力を尽くしましょう。結果はこう出たか。失礼いたす。構わん。策がある。いいぞ。策がある。いいぞ。妙案がございまする。構わん。これ炎章と戦えんのかね。本当にすげえ不思議。お、報告いたす。この恩義将よ、感謝の極み。ちょっと見ましょうか。どんな塩梅？報告を預かっております。これでよし。このような守備にて光栄にござる。しょうがない、引き受けるか。探すのがね、めんどくさいんですよね。近場から探して、まあ、基本近場にあるんですけど。ないと。じゃあ次ここかな。行こう。さっきもこの都市にあったね。行こう。報告します。構わん。報告します。構わん。よし、届けよう。名品購入しちゃった。缶を。びっくりマークね、つきすぎですね。豪傑がすごい上がった。
いに。よ、感謝の極み。このような守備にて光栄にござる。申し上げまする。構わん。いよいよ馬頭軍を攻めるか。一回ここででもちょっと休憩しとこうかな。はい、一回ここで、やめたいと思います。順調ですね。もうこのまま炎章との戦いまではスムーズにいくんじゃないかなと思います。よろしければ次回もご視聴いただけたらと思います。